皆さんこんばんは、今日も今日の一曲いってみたいと思います。ちょっとね2日間忙しくてちょっとできなかったんですけども、今日からまたね、行ってみたいと思います。今日はね日差しは結構強かったんですけどね、空気が冷たくてちょっと肌寒いかなっていう、そんな一日でしたね。うちの仕事場にあるですね桜がですねこの間の雨風でですねちょうど満開になったのにもう半分ぐらい散っちゃったっていうねちょっと寂しいそんな感じでした。はい、それでは今日の一曲いってみたいと思います。今日の一曲はですねいつも応援していただいてるフォロワーさんからのですねリクエストでなんと親戚の方がですね重い病気をされてて苦しんでらっしゃるっていうことで応援歌のような感じでね、この曲を歌ってほしいということでリクエストがありました。その熱い思いにですね、僕の歌でお答えできればと思って歌ってみようと思います。今のね、春の時期にもとてもぴったりな、感じのね、曲だと思います。それでは行ってみましょう。今日の一曲あいみょんでマリーゴールド。
懐かしいと笑えたあの日の恋も離れないでと泣きそうな目で見つめる君を雲のような優しさでそっとぐっと抱きしめて離さない I love you の言葉じゃ足りないからとキスして雲がまだ二人の影を残すからいつまでもいつまでもこのまま離さない Oh, いつまでもいつまでも離さはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今回ね、初めて、弾き語りでもカラオケでも歌ったことなかったので、ちょっと覚えてですね、歌ってみました。いかがだったでしょうか。この曲はですね、すごいシンコペーションって言って、この曲はですね、結構歌うのが難しくて、シンコペーションって言ってですね、前の小説の あのお尻を頭でクッて入る歌い方がすごい続くんですよね。そのシンコペーションっていうの結構ね難しくて、今回ね、ちょっとシンコペーションがね、そんなにできてなかったと思うんですけども、ちょっと気持ちを込めて歌ってみました。何せ歌ったことがない曲だったので、ちょっと継ぎはぎになっちゃったんですけども、その節々、全部気持ちを込めて歌いましたので、今病気で、頑張ってらっしゃる方にですね、少しでもこの思いがですね届けば嬉しいなと思います。ヌーノもね最後、いびきでね応援してたからね。はい、8歳になりました。なんか言ってん？そっとしといてっていうことでした。はい、本当にね、病は気からってよく言いますけども、本当にですね、病は気からって言いますけども、本当周りの人がねもう悲しんだりとか、なんて言うんですかね、周りの人が暗くなっちゃうとやっぱり本人もね、その気持ちが落ち込んじゃうんで、周りの人がねどん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 明るくしてあげるのが僕は一番だと思いますね、病気は。はい、なので、辛さも分かった上で、応援してあげる、そして楽しい雰囲気を作ってあげるっていうのが、すごく大事なのかなと思います。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございました。はい、それでは2日前の、コメントを読んでいきたいなと思います。2日前はですね、太田裕美さんの、木綿のハンカチーフ歌いましたけども、藤野達頼さん、いつもありがとうございます。こんばんは。桜満開でちらほらと散り始めて、めちゃくちゃ綺麗でした。出勤時に素通りで見ただけでしたが、いい天気で気持ちのいい一日でしたが、花粉が多かったような気がします。鼻水がだら、あとめちゃくちゃ観光客が多く、本来は喜ぶべきですがオーバーツリズムで、キャパ超えのような気がします。木綿のハンカチーフは、生まれる前の曲ですが、よちよち、小中高社会人になってからもどこかで何かのタイミングでいつの時代も耳にしているような気がしますね。それだけ名曲っていうことですよね。子供ながらにというかおっさんになった今も好きな曲ですね。僕もおっさんになった今も大好きですよ。
はい、まあ、桜はね本当ねもう今満開なんですけど、本来であれば満開なんですけどね、あの先日の雨風でもう半分ぐらいはなんか散っちゃったかなっていう感じするんですけどね、ちょっと寂しいですよね。はい、ありがとうございます。しのさんいつもありがとうございます。こんばんは。昨日は皆さんのお祝いコメントありがとうございました。本当に嬉しかった。木綿のハンカチーフ、あのねのねのさよならの白い雪文字、名残雪はそれぞれの、時期に思い出があって涙なくして聞けません。この季節胸に詰まる思いってありますよね。ありますね。やっぱり別れの時期ですもんね、この季節って。まあ、4月に入って出会いの時期でもあるんですけどね、やっぱり別れをねまだ引きずってる時期ですもんね。はい、まあ、それぞれの思い出をね、思い出しながら、今の自分の人生にこう噛み締めながらですね、生きていきたいなと僕は思ってるんですけども、はい、ありがとうございます。藤井悦子さんいつもありがとうございます。あー、いいですね。とても場面が目に浮かぶドラマのような、展開が、子供ながらに切なさが、恋って愛ってこんなものだと知って、恋って愛ってこんなものなのかと知った歌でしたね。まあ本当にね、大人になるにつれてこの寂しさが分かってくるんですよね。小学校中学校の、帰り道よく歌いながら帰ってましたね。ありがとうございます。こちらこそいつもありがとうございます。小倉正恒さんいつもありがとうございます。偶然必然たまたま、福岡天神10キロ圏内にノリピーが通った、舞鶴中学校があり、森内ひろ子と氷川きよしが通った、高野宮中にはチャゲアスの実家があります。あ、そうなんですね。今から45年前には、長渕剛東区に住んでおり、九三大九州産業大学ですかね、通っておりました。45年前には、福岡には、路面電車が走っておりました。路面電車いいですね。あと今見なくなおすすめ曲、平原綾香祝福にゃーとね。平原綾香さんいいですよね。僕も好きですよ。はい、あ、そうなんですね。もう貴重な情報たくさんありがとうございます。はい、はい、皆さんコメントありがとうございます。はい、ということでね、あの週始めからねちょっと休んでしまって申し訳ありません。ちょっと今仕事がねバタついててですね、なかなか早く帰ってこれなくてですね、まあ、今日はあの残業がない日だったので、早く帰ってこれたんですけども、ちょっと頑張ってね、歌ってみました。まあ 2,3 日ね晴れの日は続くってことだったので、ぜひ、春を満喫していきましょう。はい、明日一日過ごせばもう週末ですね。週末もしかしたら今満開でね、桜見どころのところもたくさんあると思うんですけども、ぜひ桜を楽しんで、春を満喫していきましょう。それではまた明日。